二頭の牛をつなぐ、首びき首きとは、牛、馬などの大型家畜を、カラスキや馬車、銀車、家事棒に繋ぐ際に用いる木製の棒状器具である。家畜を使って、高温作業、車両の牽引などをする場合は、それぞれの個体の頸部に首びきを挟み、そこに長前を取り付けて、カラスキや車に繋いで用いる。銀車などに一頭のみで用いるものもある。世界各地で用いられるが、 くびきを表す言葉は口実のように数千年前に遡るインオーソ語にもあり非常に古くから用いられたと考えられる。日本語では意味が広がり荷車や人力車で人が引くために逃る棒もくびきという。馬は正しいくびきを用いず車、カラすき、ソリなどの重量物を牽引させると呼吸が妨げられるので実力の半分も出せない。人間が 首を吊るようにかけた縄輪で牽引する、棒の両端に縄をつけ、腕と胸で押す、リュックサックのような帯を両肩につけ、それで牽引するでは牽引できる重量が極端に違うが、それに似ている。牛は、比較的簡単な装具で牽引させられるため、先に牛を用いる濃厚が普及した。馬の呼吸を妨げない首引きの完成は、馬に重い隙を引かせることが可能になることにつながった。 それは農業生産力を大幅に増した。ありがとうございます。